主は言われた。誰を使わそうと。私は言った。ここにいます。私をと。私の故郷は死と悲劇の国。ずっと悪魔のそばにいた。これは家族を避難させるために渡航文書を買った男。これは息子のマラリアの薬を求め私を殺そうとした男。悪人ではない。違う。まだなすべきことはある。終わってはいない。お前が悟ってるように私にも使命が見える。エフェソ書5章18節。酒に酔ってはいけない。そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさい。
来てくれた。どっか行くのか？終わったのだ。ここでの義務は死が私を別の地に及びだ。どこへ？南米になりそうだ。キューバだろうか。贖う べき罪はまだまだ多い。礼を言おう。正しき行いをする真の信者がまだ存在することを示してくれた。この恩を決して忘れない。 感謝の印にあるものを残しておいた。マルコ書16章15節。それから彼はこう言われた。世界に出て行き、全ての創造物に福音を伝えなさい。さあ行くがいい。自分の説教を書くのだ。